足和田山は山梨県南鶴郡藤川口湖町と鳴沢村とにまだがる標高五3 5 4 9メートルの山。山域は富士箱根伊豆国立公園の特別地域、または普通地域の指定を受けている。山梨県により山梨百名山の一つに選定されている。箱根の足柄山、足高山と共に富士三脚と呼ばれている。 富士五湖の中央に位置し、各湖が見られることから五湖台とも呼ばれている。実際には五湖を一度に見られるポイントはない。山頂には二等三角点と展望台が設置されている。富士山の北には西湖があり、この西湖と富士山の間を東西に伸びる山の最高点が足和田山。富士山周辺の山の中でも最短距離で富士山の眺望が楽しめる。 山上には、松虫草、野アザミ、赤松、モミなどが分布している。山域の一部は、唐松とヒのキの植林地として利用されている。西側の稜線上には、山古台と紅葉台の展望名所があり、青木ヶ原と富士山、聖湖などを見渡すことができる。江戸時代の飼いの国史では、山全体を画断の山と表記され、山頂部を、天恋山や、足、 和田山などとされている。東側の山中には、行者屋敷と呼ばれる場所と小さな池があり、山岳信仰と雨乞いの名残を止めている。山頂から東北東1 9キロメートルの尾根城の安部に大嵐天神社があり、山の神社本殿が藤川口湖町の有形文化財に指定されている。山頂の展望台山城の稜線付近を横断する。 東海自然歩道日帰り登山の対象となる山で以下の登山道が開設されている。代表的な南山麓の一本木バス停からのコースは山梨県により技術的難易度がランク A、体力度が1、1から10とされている。一部のコースは東海自然歩道の富士山北陸コースの一つの紅葉台コースを兼ねている。足は大山から紅葉台へは 東海自然歩道でつながり、穏やかな道が続く。三古代からは眼下に、広大な青木ヶ原樹海が見渡せる。山頂には二階建て相当の展望台、テーブル、ベンチなどが設置されている。展望台からは、富士山や南アルプスが見渡せる。山頂の西側の稜線上から少し北側に離れた、位置には三古代があり、大きな広場があり、あずま屋が設置されていて、 青木ヶ原、聖湖、三坂山地が見渡せる。東西に連なる三坂山地の主猟線上にある、毛なし山から南側に派生する独立峰のような山。山域の北西端は、聖湖、北東端は、川口湖で各湖に流れる、多数の河川の源流となる山である。南側で、富士山に接し、地形図では南側に、河川は見られない。山域の西側で、 青木ヶ原に接し、国の特別天然記念物、鳴沢溶岩樹形や、天然記念物、鳴沢氷結などの名所がある。三古代の広場、富士山の北 15km に位置する。山頂の西南西 1.4km に四頭、三角点、西南西 2.4km の三古代に四頭、三角点、西南西 2.7km の紅葉台に三頭三角点。 東北東 2km に4等三角点が設置されている。山頂に東約 1km にある標高点のピークは段和山と呼ばれている。周辺の主な山を下表に示す。南東側の明神山から望む足は大山の周辺、富士山の北 15km に位置する。観光スポットである紅葉台の展望台南山麓に国道139号が、 通り道の駅なる沢があり、北山6に山梨県道710号青木ヶ原船津線が通り道の駅かつ山がある。山域の北端付近を山梨県道21号加湖小人線が東西に通り、三坂山地を文化道トンネルが貫通している。これらの国道と県道沿いには多数の富士急バスのバス停があり、登山口となる。南西山6から 紅葉台へは、林道が通じていて、紅葉台には駐車場と売店があり、観光客が訪問する。紅葉台から三古台の先の山頂方面まで、両線上の東海自然歩道と並行するように南側には林道が通る。山麓や周辺の主な施設を一家に示す。山頂の展望台からは注目に遮られて、聖湖と川口湖はよく見えないが、 山頂から三古代からは、紅葉台にかけての稜線上からは各個が望める。五古代及び三古代が、2016年2月に、環境省により、富士箱根伊豆国立公園指定80周年、記念事業の一環として、富士箱根伊豆国立公園と、周辺地域の代表的な富士山の展望地である、富士山がある風景百選の一つとして選定された。 平成6年度に富士山ネットにより三古代と紅葉代が新富学百景の一つに選定された。ウィキメディアコモンズには足和田山から眺望に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。